はい、それでは定刻になりましたので、ただいまから定例記者会見を始めさせていただきます。はじめに、子育て世帯への臨時特別給付事業を小田田市長からお話しさせていただきます。皆さん、こんにちは。お忙しいところをお集まりいただきました。ありがとうございます。それでは、座って説明させていただきます。よろしくお願いします。それでは子育て世帯への臨時特別給付金給付事業について説明をさせていただきます。子育て世帯への臨時特別給付金給付事業につきましては、令和3年11月19日に閣議決定されました。コロナ禍克服、新時代改革のための経済対策において児童を養育している方の所得が児童手当所得制限未満の場合、0歳から18歳までの児童1人当たり10万円相当の給付を行うとされております。このうち子ども1人当たり5万円の現金を迅速に支給すること、具体的には児童手当の仕組みを活用し年内に支給を開始することから、支給のための関連経費について専決処分をいたしました。専決処分の内容といたしましては、臨時特別給付金の対象児童数を4350人と見込み、給付金としまして2億1750万円、委託料や口座振替手数料などの事務費としまして427万円を計上し、2億2177万円の歳出予算となっております。これに伴う財源といたしましては、不国庫支出金2億2176万7千円を見込んでおります。本市では令和3年10月支給分の児童手当を受給している方については12月下旬の支給を予定しております。その他16歳から18歳の子どもを養育している方など申請が必要になる方につきましては、申請を順次振り込みを行う予定となっております。どうぞよろしくお願いいたします。それではこの件に関しまして、記者の皆様からご質問がありましたら、受け止まりたいと思います。よろしいでしょうか。もう今日はございませんか。質問が大事ですので、以上で子育て世帯の臨時特別給付金を終わらせていただきます。続きまして、12月新会定例会の提出事案について山田市長から対応をお話しさせていただきます。はい、それでは12月定例会での提出事案についてでございますが、先決処分が1件、和解の申し立てが1件、条例制定が3件、条例の一部改正が1件、補正予算3件、合計9件、9議案を上程させていただきます。それぞれの議案の詳細につきましては、菊池副市長より説明をいたさせます。よろしくお願いします。最初の先決の話でございますけれども、今前段で、市長がですねお話をさせていただきました、給付金の関係の先決処分ということで提案をさせていただくものでございます。82号議案については損害賠償に関する和解ということでは、これは東電の関係の和解案ということで、これ28年度分のですね、時間外、光熱水費、これにつきましては対策室の放射能の対策室の光熱水費が認められたということで、合計92万円の和解のことでございます。それから、83号議案、ふるさと納税のこれ企業版の基金条例ということで、今回制定をさせていただいて、よりふるさと納税に力をということでございます。それから84号議案につきましては、本市が、これは全国的な話でございますけれども、
出生数の減少等によりましてですね、教育環境がちょっと変化しております。で、本市の学校教育保育のあり方について、検討する期間ということで、審議会を設置するために、条例を設置しようとするのが84号議案の条例でございます。それから85号議案が、白石の教育支援センター条例ということで、今、アテリアの方にですね、白石子どもの心のケアハウスが ありますけれども、そちらの方を、教育支援センターということで位置づけをしてですね、なかなかあそこに、何があるんだというようなこともございまして、市民の方々からもちょっとわからないというようなこともございまして、明確化して市民に周知するとともに、それからと学校関係機関等への強固な連携を図って、不登校などの問題を抱える児童生徒と家庭の支援を行おうとする、そういう条例でございます。今まで県の補助金が入っておりましたけれども、令和6年度からはこれが県の補助金が入ってこなくなるということで、単独事業になってしまうということで、はい、入ってるの？だから、はい、縮小になって令和6年度からは単独事業という形になろうかと思います。それから、86号議案の水道給水条例の一部を改正する条例については、これは文言の整理でございます。87号議案、一般会計の補正予算の確保第8号ということでございます。2億2,936万9,000円を補正をいたしまして、補正後の一般会計の総額が176億8,796万7,000円という数字になります。主なものとして、新型コロナウイルスのワクチンの接種事業ということで、予算を、組んでございます。コロナの今 のワクチンの接種状況につきましては、本日11月29日時点でございますけれども、1回目の全体でですね、1回目の接種済みが 90.01%、 それから2回目の終了が 88.49% ということで、大体9割の方々が接種を終わらせているということでございます。それで、3回目の接種の日程になってまいります。こちらにつきましては、12月に入りましたら医療従事者関係、そして1月になりましたらは、各高齢者の施設、そして、2月の後半になろうかと思いますけれども、1回目2回目と同様にホワイトキューブを利用したワクチン接種と、集団のワクチン接種という形になってこようかと思います。そういうことで、予算を組んでですね、それに対応しようとするものでございます。同時に、これは接種後2回目接種も8ヶ月ということになっております。それで、新年度にも関わってくる問題でございますので、債務負担行為という形で、予算を組まさせていただいております。なお今現在南アフリカの関係がちょっと出てきておりますけれども、オミクロン株という形で出てきておりますけれども、そこら辺の対応が今後どういうふうに動いてくるかということで、国の方の状況もちょっと注視をさせていただきたいなというふうに思っているところでございます。それから、88号議案、国交改定、それから、89号事案の介護保険改定については、それぞれ可能の還付金を予備費で、措置する、それから電信電話料 を7万8千円ほど見るというようなものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。それでは、この件に関しまして、北村さんから、ご質問の方をお願いいたします。
時事通信社の大野と申します。修士市教育支援センターについてご質問なんですが、このタイミングで教育支援センターを設立するにあたった経緯だったり、その市内の状況といいますか、何かこう関連性等があれば教えていただきたいと思います。じゃあ私の方からお答えさせていただきます。お分かりのようにですね、通称義務教育確保法で12条だったと記憶しておりますが、教育支援センター化を努力義務を課せられておりまして、で本市においても一定数やっぱり不登校のお子さんがいるということで、現状においてもですね、心のケアハウスという市内の施設においてですね、不登校の対応を行っておるところですけれども、やはり何ていうんですかね、選択肢をいろいろこう広げるという意味合いもございまして、きちんと条例化をしてですね、学習支援を中心にそういう子どもたちへの支援を行っていこうということで、市長にお願いをして条例化の案を出してもらったと。で現状においては白石の子どもの心のケアハウスをですね、センター化をしてですね、さらにこの法に定められているところでより明確にですね、支援をしていくということで、この条例化を提案させていただくということになります。はい、フレキシブなアーティストです。よろしくお願いします。和解についてお話したいんですけども、放射能対策室の活動内容について、費用を求めていたということですが、すいません、放射能対策室で具体的な活動内容をご指摘いただけますでしょうか。放射能対策室につきましては、3.11 の事故がありました後にですね、当然県の方だと原子力対策室とかそういう機関があったわけですね。で、私どもの方にはそういう室、対策課はなかったわけで、で、ただ現状としてですね、放射能はこちらの方にも流れてきているし、被害にもあっている、そういう対応もしなくちゃいけないというようなことで、そこに職員を貼り付けてですね、今シルバー人材センターの方になってますけれども、あちらの方に放射能対策室を設置して、そのいろんな住民対策、それから放射能汚染物の対策等をこちらの方でやったという経緯がございます。そちらの方の光熱水費が28年の分は認められたということで、今回の90万の和解という形になってございます。あくまでも平成28年の分ということでございます。今回平成28年の分ということですが、これまで平成27年度までについてはすでに ADR で和解が進んでいるというような認識でよろしいでしょうか。これはですね、人権ヒラムがなかなかその ADR、それから東電さんともですね、話がついてございません。で、いわゆる臨時的な残業手当とかですね、そういうものについては和解を見てるんですが、基本的なところ、今前段でお話をさせていただきましたけれども、いわゆる本法ですね、そういうことで当たっていると、当たってきたという職員の分をなかなかその東電さん、それは認めることがちょっと難しいみたいな話になってますので、そこのところの和解はまだしていないということでございます。ありがとうございます。具体的に言うと、何年から何年までの、こちらの放射能対策室に関する人件費で漏れているということでしょうか。23年からの話でございます。23年から27年度までについてはまだ ADR で計測中ということで
しょうか。およびこれまで、東電さんとの、ADR の中で和解されたのは今回が初めてということでしょうか。和解についてはですね、部分的に和解はしております。それは先ほどお話ししましたように、例えば時間外であったり、それまでの放射能対策室のいわゆる運営の関係で光熱費だったり、あと人為的なものとか、そういうものについては和解をしているところもございます。まあ、大とこというとですね、奥の金にわたっているのがその人件費の分ということでございます。こちらの方がまだ和解には至っていないということでございます。ありがとうございます。今回平成28年度分については全てのものについて和解が終わり、平成23年から27年の間は人件費以外の残業手当などについては一部和解が進んでいるという認識でよろしいですか。全部がということで、その人件費のほかでもですね、いろいろ交渉をしているところがございまして、それがその認められる部分、認められない部分というのがあってですね、ちょっと細部にわたっております。ですから、これが全て28年の分までが全部認められているかというと、そうではないということです。わかりました。認められていたら解決がしているというわけではないということですね。わかりました。市長にお伺いします。今回1300万円近い申し立て額のうち認められたのが、約 4% ということで、そちらについて市長としてはどのように思われるでしょうか。はい、今本当副市長が説明をさせていただきましたが、和解に応じていただけないところというのが、もう大半が職員の人件費なんですね。当然の言い分としては、追加的な費用が認められた場合には賠償しますっていうのは大前提ですということが言われます。つまり、この原子力発電所事故があって、その事故の対応をするために職員を追加で採用したであれば、追加的な費用になるので、その職員の人件費が認められるっていうふうには今そういうことを言われてるんですね。しかしながら、当時その原発事故が起きて、もうすぐ職員が対応しなくてはならなかったわけです。そうすると、他の違うか全然まで対応したことのない職員をとりあえずもう当ててでも、この対策にもう向き合っていかなくてはならなかった。それをいくら説明をしても、じゃあ元々いる職員機関で対応できたんですよね、であれば追加的な費用は発生していないから、その分の賠償は認められないっていう、もうそれが大前提だっていうところで、なかなかこちらの実情を話して、他の課から職員を回してということは、単価の方はもう仕事ができなかったり、またはこの他の職員がそのいなくなった人のために仕事しなきゃならないので、それはもう追加的な費用だよねっていうふうに言っても、そこはやっぱり認めてもらえない。このほとんどが人件費なんですね。ですので、そこのところが非常に、私たちとしても訴えておりますけれども、まあ、ADR でもそこのところはまだ認めていただけないというところが非常にこう苦しいところでございます。ありがとうございます。さて、副市長さんにもお伺いします。23年度以降のこちらの、東電と、ADR で、争われている総額というものは今お分かりでしょうか。ちょっと調べます。その他にご質問があれば、でしたいと思います。なってくると思うんですけども、ベルという役もですね、支援策など市としてのまだまとまっていないという状況でよろしかったでしょうか。はい、米格学の件でございますが、今白石市としても農家の皆さんに対しての支援をしなくてはならないというところで、検討しております。で、合わせまして、例えば県内を見ますとですね、非常にその支援の額というのが非常にこうそれぞれ、数字にこう、まあ、ばらつきがあるというか、
そういうところで例えば県北を見るとですね、大崎市さんだと10割当たり4000円、で、上町さんですと10割当たり2000円とか、またあの和久町さんだと非常にまあ財政も厳しいというところで支援ができないとか、そういうところで、農家の皆さんを何とかその支援したいというところで、それぞれの自治体の実情に応じて、私は努力がされているんだというふうに思うんですね。ただまあさまざまなこう事情があって、そうした場合に例えば隣の町は高いけども何でうち低いんだとか、そういったこの感情的な部分も大きな影響が出てくる。そういうところから、まあ、できれば、まあ、七ヶ宿町さんは独自で決められたようなんですけども、できればその JA 仙南、西、まあ、七ヶ宿町さんと決められた西6町で、なんとかその協議をして、できればそのどこが高いとか低いとかっていうことではなくて、同じ数字を支援できるように今調整をしております。今日夕方から区長仙南広域の臨時議会もございますので、その後この米価下落の支援に対しての協議をさせていただきますので、今日の夕方の協議の中でその支援という方向性で具体的な数字も含めてですね、決定できればというふうに考えております。よろしくお願いいたします。すみません、仙南西6町というのが、この中に7月も入る、しかし町さんはもう独自に決めておりますので、しかし町さんは入らないと思うんですが、まあ、しかし町さんを除いた西6町の中で、できれば同じ数字をですね、農家の皆さんにこう支援をさせていただきたいというところで、夕方今日協議をしていきたいというふうに考えています。スケジュールとしては今日中にある程度金額を決めて、で固まり次第それぞれの議会、12月議会の方に追加でまた提出するという流れでよろしいでしょうか。はい、おっしゃる通りです。よろしくお願いします。ありがとうございます。その他にご質問ございますでしょうか。はい、令和3年度の、令和4年1月になりますが、成人式についてでございます。皆様にお配りしてございます資料の通り、本市におきましては、まあ、令和3年度の成人式を新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で、令和4年1月9日に白石市中央公民館を会場に取り行うことといたしました。本年度の対象者でございますが、現時点で市内在住者、白石市出身者合わせまして330名となっております。成人式の企画や運営につきましては、新成人14名による成人式実行委員会の皆さんに担っていただいておりますが、成人を迎えられる皆さんが安心して参加できるように、白石市の成人式に参加してよかったと思い出を残してもらえるようにと、実行委員の皆さんで検討を経て開催内容を決定したものでございます。式典の時間の短縮、また簡素化のほか、健康観察カードの提出、そして座席の指定など新型コロナウイルス感染症対策を講じますが、昨年度は実施を見送った実行委員会企画によるアトラクションも実施する予定というふうに聞いております。また、まあ、参加できない新成人の皆さんなどに会場の様子が分かるように、インターネットライブ配信にも昨年同様実施する予定と伺っております。どうぞよろしくお願いいたします。それではこの件に関しまして、記者の皆様からご質問等ございましたらお願いいたします。
よろしいでしょうか。では、この件に関しましては、執行室の内容ですので、令和3年度成立については終わらせていただきたいと思います。それではですね、この件事項のご回復を含む図書を購入させていただいておりますが、こちらで購入した案件は、本日の件なんですけれども、その他に社の皆様から何かも言われますでしょうか。よろしいですか。昨日今日だいぶ寒くなって、今日は白石スキー場の方も、20センチほど積雪があったということでございます。12月の18日の日にスキー場に予備をいたしますので、どうかご取材をお願いでございます。よろしくお願いします。23年からの設計をしているところでございますけれども、事業費、人件費含めてですね、4億2000万ほど要求しておりますけれども、賠償金の関係で、1億6600万ほど入っています。そして、和解金の方で7400万ということで、入金額合計では、2億4000万というお金が入ってございます。請求額に対しましては、57% の年金ということでございますが、人件費に関しますと、1億8512万7000円という請求をしておりますけれども、お題としては1900万ということでございますので、人件費に関しては、10% のお金が入っているということでございます。それではですね、以上で本日の記者会見の方を終了させていただきます。なお次回の開催は、12月23日木曜日午前10時からを予定しております。こちらも、近くなりましたら、取材代理をなさっていただきます。本日はお忙しいところありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。